オリンピックも残すところ本日の BMX と明日の陸上のみとなりました。メダル獲得に向けてラストスパートといったところでしょうか。 BMX 準決勝に登場するのはまたしても何も知らされていないあの男です。命知らずの7名と何にも知らない男が1名、頭お花畑の影響か一輪あふれています。注目はやはりこの人でしょう。コロンビアのワイルドスピード、ベラスコ。妹がボブサップ、姉がシー・カズオというイカれた DNA です。そして日本のチャンピオン、何の曲がりやすさだけは天下一品、中泉洋。若干ムロツヨシと松野明美の遺伝子も入っています。20年ぶりの自転車、立ちこぎは高校生以来。ヘルメットはサイズが合わなかったので装着していません。おっと、スタートしなかった。しかしこの猛追、太もものロケットエンジンが早速フルパワー。最初のジャンプ、これが中年おっさんのジャンプか。何にも知らされていないのにこの純能力、これが芸歴25年の底力。難しいこのカーブを古戦のプロフェッサー、一体どんな通学路を自転車で通っていたのか。高校はアマゾンの最奥にでもあったのか。砂も渡っていけるか、なぜわざわざ渡るのか。日本ザルとのクォーターだからか。信じられない光景です。2つ目のカーブ、カメラ目線も忘れない。サービス精神旺盛というのもプロの第一条件。さあここの連続ジャンパーどうだ。マリオでも飛ばないぞここまで。当然スピードも要求されてくるがどうだ。4位6位と順位を落として最終コーナー。ここからの走りは見ものです。内側からなんて力強い走法だ。ごぼう抜きからのどうだ、ここのジャンプ逆噴射、気持ちよくなっちゃったか。ゴールしなければ意味がない。末足ならぬ末タイヤ、全身全霊はどうだ、及ばないか。私だけの景色が人でごった返している。しかしこの走り、何も知らされていない割には9大点だったんじゃないでしょうか。惜しくも決勝には届かない5着、しかし満足げです。特注のアイアンマン衣装が眩しい、素晴らしい走りでした中泉洋。最初の出遅れが響いたかのように思えましたが、このジャンプいくらなんでも飛びすぎでしょう。